数字は嘘をつきません。平野紫耀出演 CM が驚異の数字を達成。平野ノシは今 CM 業界で最も注目されている名前です。ビジネスの舞台裏では、数字と反響がますます注目を浴びています。広告やイベントにおいて数字が絡むことで、その説得力は格段に高まり、企業や商品の価値を際立たせることができるのです。一例として、忍者俳優の平野紫耀が CM に起用され、 その効果が数字で示されたことが注目を集めています。ミスジンソーダは平野の起用によって対前年比約230%の驚異的な成果を上げました。爽やかで透明感のあるキャラクターがミスのすがすがしい味わい、気分をお伝えするのにぴったりだと感じています。親しみやすいキャラクターもジンというお酒を身近に感じさせてくれると期待しますとのコメントが示すように平野のイメージが商品にぴったりと合い、 視聴者との共感を生み出しました。売れ行きに関しては、平野さんの CM の効果だけでなく、総合的なマーケティングの結果としながらも、実際の出荷数が2週間で対前年比約230%という好調な数字が報告されています。これは、適したタレントの起用とマーケティング戦略が組み合わさった結果と言えるでしょう。重要なのは、単なる商品の売り込みだけでなく、ブランドとの調和が生まれたことが、 成功の一員であると言えるでしょう。さらに、イブ・サン・ローランが平野の資料をアジアアンバサダーに起用した際も、数字は圧倒的なものでした。アンバサダー就任後、売り上げはなんと540倍にも跳ね上がりました。紫輝くんの売り上げ、次元が違いすぎる、www といったコメントが SNS 上に飛び交うほどの驚異的な数字です。ヤフーリアルタイム検索でも、デジタルハリウッド大学の話題を上回る規模で、 テレビ CM 放送時に大きく話題になっていることが伺えます。一回のテレビ CM 放送でこれほどまでの反響を生むのは非常に珍しいケースです。平野仕様の存在が単なる商品やブランドの広告に止まらず、社会全体に広がるイベントとなっているのです。彼の起用がファンを巻き込み、商品の魅力を一層引き立てることで、企業の成功につながっているのは明らかです。また、 LOUISVUITTON も例外ではありません。アジアでの売り上げが18%増加し、日本では28%も増加したとの報告があります。これは10月から12月の期間における数字であり、ブランドのアジア市場において大きな成果を収めたことを示しています。数字や反響に焦点を当てることで、単なる広告から社会的なイベントへと変貌させた平野市業の起用。 これは単なる数字の背後に潜む物語であり、企業や商品が持つ魅力をより深く理解する手がかりとなっています。魅力あるタレントの選定と、緻密なマーケティング戦略が組み合わさり、数字と共に歩む新たなビジネスの可能性を提示しています。